イムジチが相談はイタリアの室内楽団。イムジチはイタリア語で音楽家たちを意味する。1951年にスペインからローマのサンタチチイリア国立アカデミアにバイオリニストとして留学していた当時18歳のフェリックス・アーヨが中心となって同学院の卒業生12名が集まって結成、翌1952年のベネツィアの音楽祭で 演奏デビューを果たす。楽団としては、専門の指揮者を置かず、バロック時代と同様に、コンサートマスターが指揮を行いつつ、学院全員の調和で音楽を作り上げる形式を取る。編成は、バイオリン6丁、ビオラ2丁、チェロ2丁、コントラバス1丁、チェンバロ1代の12人。イタリアや世界のバロック音楽界における最も名高い。 楽団の一つであり、日本での人気も高い。彼らの演奏するビバルディの四季はバロック音楽ブームの日付け役だと言っても過言ではない。イムジチガス相談演奏による四季は1995年時点の日本において、六種の録音の合計で280万枚を売り上げている。特に3回目の録音は日本で初めてのクラシック音楽でのミリオンセラーを記録した。 レコーディングは、スイスのラ・ショード・フォンのスタジオで行われ、ビバルディの他に、コレッリ、アルビノーニ、トレッリ等のイタリアの作曲家、J.S. バッハ、モーツァルト、ヘンデルといった、ドイツ・オーストリアの作曲家のレコーディングも行っている。指揮以外の人気の録音としては、ビバルディの作品3、調和の霊感、J.S. バッハの、ブランデンブルク競争曲、モーツァルトの、 リベルティメント K136K138 が挙げられる。フェリックス・アーヨ、ロベルト・ミケルッチ、サルガトーレ・アッカルド、ピーノ・カルミレッディ、マリアーナ・シルブ、アントニオ・アンセルミらがコンサートマスターを務めた。2019年の7月にアンセルミが救世し、ゲストコンサートマスターにマッシモ・スパダーノが就任して10月の日本ツアーを行った。ありがとうございます。